はい、皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。ゴロンたちのお月見、お月見がしたいボイコンとラートレー九殺庫。その九殺庫っていうのがここね。オッケー、では行ってみよう。ゴロン良いとこ。ジャージーだね、ここ。ジャズステーキレストラン。なんていう景色だ。それじゃない、九殺庫。ちょっと地図見てみる、まあ、場所的にそうだよな。あれ、肉の形してるじゃん。漫画肉、絵に描いたような漫画肉。じゃあちょっと失礼させてもらう。あ、キーちゃんが出てくるかもしれないな。どう、いつもわーって出てくるじゃん。出てこねえって。発見、九殺庫の洞窟。見て回る。よいしょ。お月見言ってたね。もう一回見てみる。依頼内容。地面に輝く満月、その月は薄暗がりの中、真っ昼間に。今何時？ 5時20分は真っ昼間ですか。よいしょ、もうちょいもうちょい、じらします。いた、ちょっと待って。削る木、本日の削る木、本日の削る木。じゃあこれか。石があったらめくりたい。で、届く？結構伸びるね、この子。よいしょよいしょ。そう、押したら、お、隠れていく。真っ昼間の方がいいのかな、お時間的には。よいしょ。からのせい、からの暇を潰す、からの昼まで。こういう時ゲームボーイみたいな携帯ゲーム機があると暇つぶしに最適。おお、なんかある。これじゃね。それをどうしてほしいのかな。見て見てとか言ってたな。写し絵があれば思い出せそうだ。オッケー、写し絵、写し絵。地面に輝く満月。どこだったか。せっかくボイコンとのんびりお月見ができると思ったのに。せめて絵でも見れば。どうぞ。どう？これはまさしく俺らが赤子ゴロンの時に見た地面に輝くまん丸のお月さんごろ
そうごろ思い出したごろ、確か鬼殺湖の西側だったごろ。ありがとうハイリア人の青年よ、おかげではっきりと場所が分かってつっかえていたものがスッと取れた感じだごろ。この場所を見つけるのは大変だったごろ。これはわしらからの礼だ。サンキュー。さあ思い立ったが吉日、旅行なんて久しぶりごろ。張り切って旅自宅せんとの。俺は10年もあれば準備できるごろ。10年。さすが兄貴、仕事ができるごろんじゃの。わしはどんなに急いでも15年はかかりそうじゃわい。マジで。じゃあしばらくここに来ればまだまだ会えそうだな。よーし、じゃあ続きまして、なんかさ、宿屋から依頼されていたよね。ゴロンシティのダルケル像が撮ったよね。北のゴロンシティ、温泉に浸かるゴロン族いたよな。距離感がバクっちゃってる子がいたよな。じゃあそこ行きます。滝登りで行けたりする？滝登り。よいしょ。どうよ、どっちだっけ？いかにも乗ってほしそうな。どう？じゃーん、バチ当たり。あっちだよな。皆さんはどうなんだ、月見バーガーの季節になるとやっぱり注文しちゃうの？食べたくなるの？あしは普段月見バーガーは食べたりしないんだけど、あれってさ、季節じゃなくってもう朝マックのさ、あるだろう、ソーセージエッグマフィンなんちゃらみたいな、あのソーセージエッグマフィンのエッグをさ、チーズバーガーに挟んだら月見バーガーなんじゃねえの？どうなのそこんとこは、やっぱ違うのかい？ということで、温泉に浸かるゴロン族、オッケー。容量不足、さっきの写真を撮れてるのかな、見てみようかな。一応撮れてはいるみたいだ。じゃあ選択消去モードで間違って対象になっているようなものを消さないようにな。この辺の写真もな、撮っておけるんだったら撮っておきたいけれども、この辺も綺麗だしな、撮っておきたい。撮っておけるもんなら、この辺も思い入れがあるんだよな、撮っておけるもんだったら撮っておきたいんだけど、まあしゃーないな。こんな感じ、消去。で、あれ何？怪しいね。一応見てみよう。どう？何？毎回ではないけど、見かけたら食べちゃう。あ、そういう系ね。やべ。パラセールが開けなかった。よいしょ。もう一度。よし。強みに。よーし。んでさ、この上空ってどうなってんの？こういうのがあるから上からなんかボッサボッサ降ってくるのか。この辺とかさ、いける、あ、いけそういけそう、いけそういけそう、よいしょよいしょ。じゃあお願いします。ははーん、どうも。
空だけ。ゾノンエネルギー、これがまだ落ちてるってことは来たことないのかな、ここは。うへえ。ベロベーマンがいた。ベロベーマンはさ、ちょっとこれで行ってみる。バット。聞いてる？結構強えな、おい。キリがねえぞ。タフメンだな、おい。どんだけだよ。やったー。んで、賢者の石ー。じゃあまあ軽く回って見てみようよ。お、それ輝き？輝きだみー。ああいう蝶々ってさ、写し絵の対象だったりするの？大将！あ、でもなんか出たよ。なんか出たぞ。ピリピリって。もう一回。なんちゃらアゲハ。どう？これは、取れてんの？ポカポカアゲハ。それさ、消えた。あれ、ロケットがある。それ助かるな。どうなってんの？じゃあこれにしとく。で、立って立って。どれにつけます？どれにつけますか？じゃあこれ、あ、こっちか。やったー。いいもの手に入れたぜ。で、普段使い。これがな、ちょっと。あれだな、持て余してる感が強いな。卵挟んでいるだけ。でもそれがたまんないんだろう、好きな人にとっては。こんな感じか、とりあえず。そうしたらどうなってんだ？まだこのエリア未開拓なんだよな。じゃあさ、行こうよ。眺望台はどこ？あれ何？眺望台見えないかな？前なんかのタイミングで見えたんだよな、地上絵がな。まあでも、近づいていけば、おのずと。やったー、久しぶりの新エリア。どっちだ？こっちか。あ、見つけた。どうだろう、届くかな。意外と遠いからな。パッと見、届きそうには見えるけれど、奥行きはな、見た目以上に遠かったりする。楽しみだな。まあなんせね、あの黄色いゲージ、確かマッサージ屋さんで追加でつけてもらったんだよな。お、祠があるし、そこが、あれか、地上絵か。じゃあ、祠行っちゃうか。そしたらいつでも気軽にワープできるしな。ちょっとコード下げる。あれ何？敵のアジトかな。マジ、チューリ君、サンキュー。んで、もやもやしてるけど、すんごい。迷いの森かな、場所的に。なんか看板小僧があの辺立っていそうな雰囲気はあるけれど、いないか。もう大丈夫だな。
よーし。新エリア。右か左か。お、面白い。ちょっと待って、ちょっと待って。どうよ。福引き。足の頭に当たれ。パッとパッとゴルフ行くとこんな風に見ちゃうよね。入れ入れ。すると、ちなみにさ、ここに通れるふできんの？あ、できるんだ。面白そう。んで、お、もうゴール？もうゴールですよ。そんで、シースルー。怪しいシースルー。そのシースルーはこっから行けんの？よいしょ。で、これは、ちょっと待って、結構癖が、あるけれど、OK、これで、まあ、いっか、とりあえず。どうよ、どうよ、いけんじゃねえの、シースルーへ。シースルーランド。やったー。ズナニウムの強し体験。強し体験だと、じゃあ短い、でも名前がいいんだよな、バットって。じゃあこちらで。名前が素敵なんだよ。お写真は大丈夫？さてと、特等で、さすがに、もうこれ戻れこできない。さっきの戻れこしてみたいな。惜しい。惜しいな。じゃあもう一回回す。いやー、すんごい癖がある。すんごい癖。よし、んで、今度は上に連れてって。グリ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 。あれ、誰かさん、足らねえのか。足らねえのか、まさかの。の、足らなかった。びっくりだよ。だったら、これ、自力でいけんじゃねえの。じゃあ、分かったよ、素直にやるよ、もう一回。すんごい癖が、すんごいんだもん、癖が。癖が。すんごいんだもの。よーしょ、こんのぐらいしつこく回したりいいんじゃねえの。よし、グリ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 。もう待ってくれてるもん、ほら、フワーンって。部活で遅くなったお兄ちゃんのために取っておいた鍋に入ったカレー、温め直してくれてるよ、もう。変な例え。もうコンロに火つけてたからな。センキュー。違う。どんだけ操作忘れてんだよ。まあ、勘の鋭い方はな、この配信、スタート直後に足が口笛吹いたじゃないですか。あれ完全に操作ミスだからな。
こんばんはってやろうとしてる。いきなり操作ミスしてるからな。操作ミスっていうか、こっちに振り返ろうとしたのよ。それをアナログ人間だからさ、中の人は十字キーを押しちゃってるっていうね。まさかの十字キーで振り向こうとしてるっていう。結果口笛吹いちゃったっていうね。サンキュー。なんか賑やかだな、あそこ。空中の浮遊物がいっぱい。んで、あれ、看板くん、看板くん、ごめんよ、今なんかね、襲われてるらしいんだし。スケさんとか、スケ角がなんとか、足が看板くんと交渉してる間やってくれると嬉しいんだけど、ブエいたの？全然見えなかった。ナイスー、サンキュー。大騒ぎだな、無駄に。うんで、うんで、どんな感じよ。僕が支えますから。斜めってる感じね。よし、まあまずはね、いつもの形よ。何も考えずに、よいしょ。ライトアップされてる、綺麗だよな。なんちゃらタワーみたいだな。いつものようにこうしようとするとこうなっちゃうわけだ。よいしょよいしょよいしょ。これでどうよ、これ。面白いじゃん。で、横に支え棒をついたら完成、完成。一つ懸念点があるとすれば、意外とね、目に見えない壁があってよ、こうやってつけようと思ってもちょっと右にずれたりする場合があるかな。これでいけんな、まあ、安全牌見たらもう一個下に何か置くってのいいんだろうけど。大丈夫大丈夫、いけるいける。話してみて。巴投げ。失礼いたしました。よいしょ。ごめんよ、安全牌をつけることにしたよ。ね、これで、いや、ダメだな、これじゃいっちゃうな、これじゃいっちゃう。なんせここが浮いちゃってるから。よし、使えるものはな、使えるものは何でも使っていこうぜ、作戦だ。できればでっけ、でっけ言わない。というか、あれはね、ユンボーさ、転がりモードになってくれたらさ、ここ、ちょうどいいんだけどな。ほら、最高。で、で、ここに、立っていたい。おーい、手を離してみて、これで行きたいよ。か、ユンボーがここに転がりモードになってもらうみたいな。見ろよ、もう。もはや何も考えずにじゃなくなってるってね。めっちゃ考えてるやん。話せる気分になったら教えて。石の手斧の、いける。ありがとう。やべ、金すげえやんな。マイホーム拡張できそうだな。やったやった。そしてリソース、リソース。よいしょ。で、ブクブクしてるけど沈んでしまうのかな、これは。
僕で試してみてみたいな。うん、沈むね。でもチューリ君の一吹きがあったらいけんじゃねえの。あっしはそう思うよ。んで、ちょっと待って。いるー。あっしの予想しようか。話す。友達がのろし上げてる。どこ？こっち側みたいな。せっかく渡ったのに、こっち側みたいな。見てみよう。かまったね。どこ？ほーら、来た来た。あっち側。よろしあげて待ってくれてる。疲れちゃって。まあまあまあ、なんかグッズない、グッズ。ねえか。じゃあ分かった。まあ足結構なんかガチャで補充したから。なので何使ってく？まあロケットいいよな、ロケット。ポチカ出す。と、結構浮遊石とか面白いんじゃないの？ちょっとまたガチャしたいな。かなり補充したつもりでいたんだけど。見えねえ。全然見えてねえ。よいしょ。ほら。うんでね、エイムはね、そうだな。でもまあいいんじゃない？ちょうど斜めてて。ちょっと待って。まさか、これ一心先生。あ、なんか、並べ替えちゃったのか。そうか、びっくりした。なんか、銃っていう、こじんまりとしたものがあると思ったら、一心先生だったわ。ダメダメダメ。よし。超貴重なんだから。いってらっしゃい。どうよ。うわぁ、楽しそう。めっちゃ楽しそう。なんなら足も乗ればよかった。なんで乗ってないの？あれ、戻れ子できる？おかえり。無駄にロケットを使うなよって話やな。でも足も乗りたいんだよ。なんか乗り心地が良さそうだったから。今度は足も乗るからな。よいしょ。いや、まさかな、あんな綺麗にうまくいくと思ってなかったから。半分実験台だったから。よし、ウリー、よろしく。やったー。しかもユンボーまでさ、調子に乗って、僕も乗りたいみたいになってるし。よかったな。で、あれに戻れ子かけるのよ。間に合う？間に合う？戻れ子。作戦アラジン、いけー。大丈夫、時間はかかるけど、いけ。よし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 、最高。めっちゃ最高だったわ。まあ、強いて言うんだったら、一発目のロケットね、あれで自分も乗っていけばよかったな。うんで、ちょっと待って。どこ行っちゃった？あれか。なんかちょっと厳かな雰囲気の場所ですな。隙間。失礼しまーす。どうした？おーい、こっちだーって。じゃあ分かったよ。どちら様？カズナビ。いや、どうしよう。君が来るのは待っていたぞ。待ってた？あ。前人未到のこの地でこんなにも大きな遺跡が見つかったってのに、人手不足で遺跡の調査が滞っててな。何しろ一人で調査するにはこの遺跡は広すぎる。だから係り蔵のゾナウ調査隊本部に調査員の助っ人派遣を依頼したってわけさ。早速来てくれて助かったよ。はるばるここまでありがとう。え、ゾナウ調査員じゃないんだって？そうか、こんなところに来る人なんてめったにいないからな。てっきり助っ人かと勘違いしてしまったよ。せっかく謎めいた石板を発見したってのに、せめてあと一人いてくれれば調査もはかどるんだが。
石板。もう川村と言ったら石板だよ。おっと、聞こえてしまったか。すまんな、これはまだ公にできない情報なんだ。うーん、君が助っ人の角調査員だったなら石板の暗号を一緒に調査できたんだかな。太郎さんじゃないけどリードゥさんでもないけれどいいよ。うん、手伝いますって言われても。いや待てよ、調査員ではないとはいえ彼はなかなか冒険慣れしていそうだ。滞っている遺跡の探索も彼ならば適任かもしれない。よし、わかった。この遺跡に限ってだが君を調査員に任命する。君の心の声が透けて見えたよ、悟られくんだね。これからよろしく頼むぞ相棒、二人でこの遺跡の謎を解明しよう。おう、じゃあ早速だが、まずは今までの調査結果を君に見せようと思う。ちょっと待っててくれ。よっこらセット。ああ、この遺跡で見つかった石板だ。近づいてよく見てみるといい。きっと驚くぞ。ドイブラン遺跡を調査せよう。あまたの竜に見守られし、フクロウに風の賢者たる秘技を示せ。どうだ、驚いただろ。ゾナの遺物を見るのは初めてだろうし、相棒が驚かないのも無理はないな。ゾナは遥か昔の文明だ。ゾナの文字なんて普通は読めない。だけどその石板の文字は読めるだろ。ハイラル文字で書かれているからな。この遺跡はゾナー文明の特徴を持ちながら、なぜかハイラル文字が使われているんだ。この遺跡は一体誰が何のために作ったんだ。 おそらくだが、見つけた石板は遺跡のどこかを示しているんだろう。相棒にはこの遺跡を探索しながら、石板に記された場所を探してみてほしい。石板の調査を進めることで、遺跡が作られた目的が見えてくると思うんだ。先輩調査員たる俺の勘ってやつだ。おやおや、チャレンジ更新ということで、カズナビ、ゾナウ調査員のカズナビが発見した石板には謎の暗号が書かれていた。ドイブラン遺跡の中を探索して暗号に書かれている場所を探そう。んで、これ。あまたの竜に見守られし、フクロウに、フクロウ博士。じゃあ、フクロウを探せばいいってこと？よいしょ。君、フクロウ？あれ？チューリくんのよう、あの温泉あっただろう。クムの湯、絶川湯、あそこにこんなのあったよね。チューリくん、チューリくん見なかった？あ、いたいたいた。写真を撮れっていうわけでもないだろうしな。もう一回見てみる？風の賢者たる秘技を示せ。秘技、秘技とは行くぞってこと？うえー、こんばんは、サファイアてーん。よーし、お疲れライス。できたよー。賢者、秘技。二つの竜の狭間、頭から尾までを炎の賢者たる秘技で駆け抜けよ。2つの竜というのがポイントになりそうだな。この遺跡に来た時にどこかで見たような。この遺跡に来た時にどこかで見たような。
そんなあったかな。よいしょ、よいしょ。面白いなここ。そしてドイブラン遺跡眺望台。あ、やばい、雨が降りそう。雨降っちゃうとあれさえも越えられない。じゃあ雨宿りついでに、そうだな、真ん中が長えからこんな感じだろうな。真ん中流しだからな。こうかこうか。あ、じゃこれをこう、これを逆だな。ちょっと待って、これをこれを、ちくしょう。こっち向きにしとか分かりやすいか。んでこれをそう、これをこっち向きバージョンでこっち向きバージョンでお願いしたいんだけど。まあまあ、まだ雨は降る言ってるから。まだ雨、外は雨がまだ止まずに言ってるからな。これの逆がいいのよ、俺の逆。違うのよ、そういうことじゃない、そういうことじゃないのよ。これの逆がいいのよ。これの逆。もどかしいな。だからここに丸ポッチがあって、ここに丸ポッチがあってみたいなバージョンがいいのよ。ちょっと待って。そう。で、できねえ。100年かかるわ。これの逆バージョンよ。これの逆バージョン。これもう1000年かかりそうだよ。1000年や一夜。まあでもね、雨降ってるからちょうどいいよ。これも間違いないね。これはこの長いのが、この長いのがここに来るのは間違いないのよ。ただ逆なのよ、この右に出てる凸、その右に出てる凸をこっちにしたいのよ。もういいんじゃねこれで。もういいんじゃねそれで。いいんじゃねえの。あ、お。でちょっと待って。で。これの逆バージョンよ。これの。ほら、もうすごいシンプルじゃん。3個の真ん中っていう、そういう形なんだからさ。3個、もう雨も止んできちゃったよ。雨も止んできちゃったよ。いったー、ちょうどいいな、いい雨宿りになったわ。
まあ、頭びしょ濡れだけどな。よかったよかった。転ぶ大喜び。あれ、それそうじゃないの？頭っぽいよ。龍の龍さんじゃない、君龍さんで、なんだ、何をしろって？二つの龍の狭間、頭から尾までよ。炎の賢者の秘技、炎を言ったら、そうだよ、ユンボーだよ。突撃。ルビー、強敵だった。確かにな、一番ひょっとしたら歴代のコログパズルの中で思い出に残る、印象に残る子かもしれないな。君もしかしたら歴代ナンバーワンなのかもしれないよ。だからお写真だ、歴代ナンバーワンかもしれないな。そのポテンシャルは確かにあるな。暫定1位だな。こんばんワイン。そして6つの竜の御前にて、水の賢者たる秘技を力をため放て。へい、いくつもの竜の頭の像に囲まれた怪しい場所がどっかにあったと思うんだよな。うん、どこだったか。じゃあ探そう。よいしょ。よ、ナンバーワン。高いところから見た方が分かりやすいんじゃないの？どうよ、そのアイディア。そこどうしたの？めっちゃごっちゃごちゃだけど。よいしょ。6つの竜、数えてみる？ 6 つ。なんかいそうだよ、6つ。6つりさん。1、2、3、4、ある。大げさ。で、どうしろって？水の賢者たる秘技を力をためて放て。だってさ、シュド君。これじゃダメ？これじゃダメだな。回転切りじゃダメだな。ある？そういう、チコーン、チコーン、あ、あった。よいしょ。もう場所が意地悪なんだから。オパール、めっちゃブクついてるじゃん。あ、こういうの怪しいよね。ちょっと見てみる。一応宝があったりするんだよ。ほら、石がある。どう、チュール君、いける？サンキュー。何もねえってこともないもんな、表示されねえ。持つ。よいしょ。また眺望台も開放されてません。
死の山を見張りし竜の長き体の終端にて雷の賢者たる秘儀を示せ。よ相棒、竜の像はたくさんあるが体が長いってのが手がかりになるだろうな。それにしても死の山とは物騒となどういう意味だろう。デスマウンテン、デスマウンテン言うと方角的に言うとな、こっちだもんな。って言われるとなんかそんな雰囲気の場所なかった？あのコログちゃんのそばに。あれ？デスマウンテンがある。で、終端。終端。姫様。チャレンジ更新。4つの石室を見つけるとどっかから大きな音が聞こえた。何が起こったんだろう、遺跡に。なんだろうね。どっかがあれか、ゴゴゴゴゴって。とりあえずご報告に行きますか。何が起こった？戻ったか、相棒。奥の方から大きな音が聞こえたが、相棒も聞いていたか？胸騒ぎがするぞ。遺跡で一体何が起こったんだ？これ？お？遺跡の地下にこんな場所があったなんて。それに石板も君が見つけてくれたんだな。こんな場所が隠されていたんだ。重要なことが書かれているに違いない。心臓が、ああ、バクバクだ。よし、読んでみよう。忠節を称える日。今日この地に平和があるのはラウル王による魔王封印という異形の賜物。ラウル王？魔王封印だって？ラウル王といえば神話に登場するハイラル王国の初代国王の名前だ。すごいよく知ってんな。そして魔王封印、これは封印戦争についての記述で間違いない、うん、汗が噴き出してきた。続きを読もう。その封印に至る決戦に臨んだ際、王を支えた者が輝く秘跡を携えた賢者たちなり、その中の4人はハイラルの大地を出自とする者、義に応じ、ラウル王のもとへ、馳せ参じたる忠節の死。彼らはハイラルの民の誇りである。我らは4人を賭場に称え、この日を立てる者なり。なあ
そうか、つまりこの遺跡は初代ハイラル国王ラウルと共に戦った賢者たちをたたえ、後にハイリア人が作ったもの。つまるところブレスオブザワールドでアッシュが建てたあの英傑記念館的なものか。だから見つかった石板にもハイラル墓地が使われていたんだ。これは大発見だ。謎の多い未踏の遺跡にまさかこんな真実が隠されていただなんて。ああ。俺はしばらくここに残って石板に書いてあることを分析していくよ。落ち着いたらかかりこ村の調査隊本部に戻ってこの遺跡の調査結果を本にまとめようと思う。石板のことを知ったらきっとみんな驚くぞ。ああ、腕が鳴るな。おっと、君へのお礼、まだだったね。そんないいよ別に。アンさん結構詳しいし、なんかリスペクトが高まったよ。この遺跡の謎が全て解けたのは君のおかげで、ありがとう。それからこれ。おまけにこれ。うおうおぉ、君ってこんな場所の遺跡に足を運ぶぐらいだし、こういう遺物大好物でしょ。大好物です。調査に使う分は別に取ってやるから、それは記念に君にあげるよ。おじゃあ俺はしばらくここにいるから、古代のロマンに浸りたい時はまた来るといい。君の旅の無事を祈ってるよ。それじゃあね。サンキュー。めっちゃあれ偏見になっちゃうけど、秀才くんなイメージだけど、一人称は俺なんだね。勝手な思い込みを、なんかすんごい秀才くんだからさ、でも一人称はワイルドな俺。なにー、黄昏の体験、遥か遠い昔、ハイラル王国に伝わったとされる細身の体験。細身細身ちゃん、おいおい、バットバットまあ、でも一芸あるからな、バットはな。どうする、これも一芸あるし、ってなってくると今んとここのモリブリンハンマーだな、47。モリブリンハンマーいっとく。これ重たいんだっけ、44。でもハンマーはハンマーで、岩砕きに、岩叩きに役に立つからな、ってなってくると。どう、お写真は大丈夫？ゾナニウムの強し剣。そして見てみようぜ。一旦ポーチから出す。そして写真を撮る。ふえー、へー、ちょっと記念写真はさ、現状一番気に入っている服装で撮りたいね。つけ麺エビシャツ、エネループ。これよ。最高。もっとこだわるんだったら、大鷲の指だろ。で、縦はそうだな。こん中で、C っていうのはこれ、輪っかの飾り立てだな。よし。これよ、これ。よーし。で、ちなみにさ、この黄昏の体験っつうのは、なんか、つけたりできちゃうの？例えば、34。んで、いけるんだ。いけちゃうんだ。いってまえ。その結果、66。なんか、あれだね。強くはなったけれど、さっきまであった特別感は、薄らいでしまったな。FA 宣言する前の、
選手がいざ FA してその球団入っちゃうと周りみんな4番バッターでその価値がちょっと薄らいじゃうみたいな、何の例えだ何の例えだ一体。ヤクルトでは4番バッターでみんなからチヤホヤされた広沢克己選手がジャイアンツで入るとなんか周りが4番バッターだらけでみたいな、何の話だ何の話だよ。ということで、じゃあ普段使いどうする、この辺か。重てえなスッて出せる武器がねえな。言っただろ、バランス的にはさ8対2ぐらいで保ちたいって言ってたのにさ、8対2ぐらいで保ちたい言ったのに完全に逆転現象が起きてるじゃないか。もうほんの一月で倒せるような敵がいるのに運勝みたいな間に合わないみたいなさってなってくると、まあこの子か、この子がいるか。さてと、お待たせだよ長望台。あれ開いてるじゃん。あれ動かない、どうしたどうした、つくんだ。ああこんばんは、またお会いしましたね。申し訳ないですが眺望台は使えません、メンテナンスが難航してるんです。実は眺望台を起動するための端末がなぜか動かないんです。端末を一通り調べたんですが壊れているところはどこにもないんですよ。もしかしたら眺望台本体のどっかが壊れているのかな。そして雨、いいじゃんいいじゃん、スケール行け。結構飛んだな。んでどうなってんの。あ、なんか乗ってるね。じゃあこれになんかロケットつける、しこたまロケットだけ狙ったガシャ大会したいな。ちょっと待って、あれなんだ、もう運んであげたことだな。ではお願いします。ポカーン。んでせっかくだからさ、よいしょ、角度が、そしてありがてえロケットがある。じゃあつけようかな。オッケー。んで、普段使いはじゃあこの辺で、さらにどう、一体どうして。急に端末が直ったんです、私は何もしていないのに。なんと眺望台の上に障害物があったんですね。この端末と眺望台のてっぺんの蓋は連動しています。おそらく障害物のせいで蓋が動かなかったから端末も動かなかったんでしょう。さて問題も解決しましたし急いでいますんですぐに立とうと思います。眺望台を直してくれてありがとうございました、ではこれにて失礼。ではでは、楽しみだな。
大雨。でも雲の上行ってしまえば関係ないんだろ。雲の上もなんか大雨。雲の上も天気悪いぜ。まあ、天気が悪いっていうかな、雨は決して悪いことじゃない。恵みだ恵み。どうよ。おお、ハイラル大森林。すべての空マップを登録しました。すべて。じゃあ空を探検しよう。もうこれ始まってんの？方角的ではこっち向きたいね。んで、スターフルーツあるけれど先こっち行くか。なんか発射台があるイコール祠があるみたいな連動性があるもんな。それなんか宝があるんじゃない？それ、それ宝かい？シミでした。シミでございます。リンゴ、結構リンゴ減ってきてるからな。うんでうんで、おっ、ガッチャー。ガチャから行く。希望はロケット。入れる。全マップ開放。さあどうかな。ライト、操縦桿、ライト。マジで一番ナンバーワンで持ってるのが操縦桿じゃねえので、地図全部出した。雷の頭かける3。じゃあその雷の、あ、追跡台車も出るって。あんま使わないけど、むしろゴーレムの頭なんか欲しいな。足が欲しいものがピンポイントで全然出ねえな。そういうもんなのかな。よし、で、そういう系統のやつね。で、下。なるほどね。上にはワープできたりすんの？ワープって書いてあるね。じゃあ気軽に行けますな。まあ一つ不安要素言えば、ほんのり聞こえてきたふんにゅーみたいな音な。ふんにゅーみたいな、このふんにゅーが終わるまで待つか。ここでおーい、ふんにゅー終わったらいっかな。石鹸タイム入ります。赤く染まりし月、大地を照らす時、魔物の魂が肉体を得て蘇り、再びこの地を席巻する。よし、
先制攻撃与えてしまうか。爆弾花外す。でも当たってるぞ。やったー、最高。お、そこだそこだ、最高最高。よし、武器を回せー。お前はもう踏んでいる。さてと、前だったらな、テンション高くこれに何かつけようとか言ってたけれど、多分下がるだろうな。まあ CT ならこの子ね、この子がいるんだけど、でもこの子はバットっていうその名称が素敵すぎるからなしだな。んで場所的にはそっち？よいしょ。そこになんかロケットっぽいものがな、見えてるから。とりあえずつける。んで、なんか光ってた。頑張りそう。輝きの実欲しいな。輝いてないかな。頑張りそう。まあいっか。じゃあ行ってみよう。ちょっと待って、予備のロケットみたいな落ちてない？まあ、あの辺にもなんかあったっぽいけれど、まあ自給自足でもいけるか。さてと、これってもうくっついてんだ。サンキューレディメイド。からのつける。そしてユンボウ。落とす。段差で転んでコロ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 。お邪魔します。もう荷物いっぱいだからな、ダイヤモンドみたいなものが嬉しいな。やべえ。やべえのが来ちゃった。やべえやつが来た。ってなるとこれかこれだな。入れ替えるとよくないしな。じゃあ見送ろう。
センキュー。さーてと、スターフルーツ行くか。大概ああいうところにコログちゃんが、ほらもうそこ触れてくれよみたいな見えているけれど、まあでも武器のポーチこれ以上拡張できないしな。あっちね。どうなんだ高さ的に。まあこっちのが白いからな、おそらく下にあんだろう。あれね、残り秘跡は2機言ってたからな、これがその残りの2機目になるんじゃないの。写しへ、ちょっと固まった、よいしょ、取れた、取れたよね、よし。んでひゅえーす。発見。バーン。一発とか何にも見えねえ。嬉しいな。お、そこにもある。さてと、上と連動しているはずなので、何かあるとすれば。この辺か。あれはなんだ。おんや、見つけちまったな。ちょっと待って、贅沢だなこれ。あれはなんだ、やっべやっべ、やっべえのが出す今。そうだな、この表示のがいいっぽいな。そこ行ってみるか、なんか飛び交ってるぞ。一応そういう装備にしとっか。根がパッと見どこにもないからな。他になかったっけ。この辺か。で、あ、ちょっと待って、やったーすげえな、キイちゃんの目玉。こんなロングレンジいけんの。ちょっと待って、それ何、おーえ、スーパーマッドマックス号。
んごいな、さすが天才集団イーガ団。設計図なんですか、打ち上げ空中砲台。何？地上の闘技場跡地の直下で、その闘技場によく似た物々しい建物が発見されている。この建物、この地に一つだけあるのではなく、6つほど発見報告が上がっている。この近くでもコログの森の直下、その最奥に一つあるとのことだ。中から魔物のうなり声が聞こえるという噂を聞き、血気盛んな団員が肝試しに向かったらしいが、あ、どっかで読んだ手帳にあったよな。中からなんか想像しい音が聞こえてくる。でも周りがなんか囲まれててみたいな。その後しばらく音沙汰がないという団員の無事を祈る。甲賀様に栄光あれ。ということで、例えば闘技場を言ったらこれになったよね。これの地下が、お、バッテンマーク。なるほどね。しかしまあかっこいいな、この乗り物。でもいざ自分が乗ろうと思うと乗りにくいんだろうな乗りにくいんだろうな。それを体験すべく乗ってやるのさ、今から。でこういう砲台がついてるからさ、ガンガンこれで倒してみたいと思うんだけども、敵とかいねえんだろうなあえて敵とか配置されてねえんだろうな。あっしが意地悪な開発者だったらそうするよ。これで ガンガンやりてえんだけれども、地形もクソだし敵も配置しねえみたいな、そういう風にすんだろうな。これもう早速地形がクソだし、で敵もいねえんだろう足がもしも性格がひん曲がったかやさたらそうするもんなんてね。冗談だよ。だから降りる まあせっかくな、久しぶりに地下に来たんだから少しさ見て回ろうよって話だっていう話さ。混乱いいね、そういうの集めたい。煙のあのあれみたいな、煙だけどかな。よいしょ、マッドマックス終わり。あれ地上で乗り回せたらいいんだけどさ、そういうのはくれねえんだろ。お、あんま見ないねこういうの。え今なんか飛んでたよね。キンググリオーク、ちょっと面白そうなやつがいるじゃん。挑んじゃう、挑んでみる。あったっけそういう底上げグッズ。1個あるな。じゃあこれ食って正気ダメージとか食らうのかな。まあ無難にこれ装備しとくか。んで、
早速活躍してもらう。黄昏ね。うんで、盾はロケットつけてるやつね。いいじゃんいいじゃん。で、そうだそうだ、弓教授はもう遠慮なくね、大鷲さん、こんな感じで行ってみようよ。んで、空飛んでんだ。バネでグリオークの巣、やばくね、グリオークの巣とか言って。近づけるかな。バネ3つやるか。バネ3つどうよ。この子とこの子がくっついちゃう。そしてその上にこの子もくっついちゃう。3段ケーキ乗れるかな。ちょっとバランスが。でどこ行った、グリオーク。どこ行っちゃった、見えねえ。いた、意外と遠かったりする。おい、測ったな、さあ。もう黄昏ちゃんの寿命を2つ削っちゃったじゃないか、2発撃って。どうよ、届くこれ。とりあえず撃ってみたけど、届いてる？届いてなさそうだよ。あ、いった、ピーン、ピンチョツした。あ、そうだ、食ってねえじゃん。食う言ったのに飛びながら食べる。おお、わしが壊れた。お疲れ様でした。また作りに行こうっていうことで、まあ早く打ってた方がいいな。これがいいな、早見くん。んで、タフぶん回し。うんでうんで。どうよどうよ。足はどこ？落下ダメージ。振り回せー。いけー。討伐。ボッカーン。お疲れー。違う、こっち。グリオークの肝。やったー、撃破。
やったやった。ここのポーは集めやすいな。おお。普段よく見かけるゾウが。おお。よいしょ。そんで、なんか宝があったよね。開けてみよう。黄昏の勇者帽子。黄昏の魔物と戦った勇者が身につけていたと言われる帽子。なぜだかちょっと獣の匂いがする。かぶってみる。こんな感じこんな感じ。なんかパン屋さんやってそうつけ麺屋さんがさ、廃業したらさ、これかぶってパン屋さんになろうよ。獣パン売ろうよ。黄昏の獣パン売ってなんとかな生活していこうよ。何、マリベルちゃんはパン屋じゃ年収1000万難しいから別れるって。それを言ったらつけ麺屋もそうだよ全国フランチャイズ世界を股にかけてやっていかないとダメじゃないか。つうことで、まあ地底探索楽しんだんで戻りますか。楽しい形してるね。多分だけどてっぺんじゃねえ。どうかな。見ていこう。意外と高さがあって体力が削られていく。形的にはな、マガダマ風のな形してるから。よいしょ。お、いかにも。ごめんよ。どうよどうよ。こういう形、こういう形。映画館、映画館ね。あ、それだ。お願いします。どうにか封印はできたけれど、
このままではあなたでも勝てない。あれ、この場所は始まりの場所だ。あれ、始まっちゃう。本当のレジェンド・オブ・ゼルダ始まっちゃう。私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。なんか泣きそう。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。私を探して。あれ、渦巻きランド、マイホームのあたりだよね。何何、11箇所の地上へ巡り竜の涙を見た。すると頭上に白竜が出現し新たな涙を落とした。何、お、チューリ君、
うわあ。乗っちゃった。掴んじゃった。うわあ。行け。つけ麺の力。つけ麺エビシャツエネループ。リンク、リンク、あなたの剣、マスターソードは魔王を滅する唯一の力。あれ、ちょっと大丈夫？一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王に打ち勝てるように。必ず新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの剣が未来のあなたに届きますように。おかえりマスターソード、そしてさようなら黄昏の体験。白竜から引き抜かれた伝説の大魔の剣、悠久の時を経て深い傷を癒し、魔王に対抗しうる新たな力を宿した。ボーン。マジで、うわー、美しい。
仲間たち全員揃って記念写真だ。あれ一人いねえな。おや、一人いねえぞ。どうしてかな。ほんところトカチーン、いつも二人でつるんでた子だよね。みんなはハイラル城にゼルダ様がいるんじゃないかで話してたけど、ゼルダ様どうやってあんな高いところに登った頃。ああ、まさかあんな危険なとこにいらっしゃるかもしれないなんて、何もできない自分がもどかしい。みんな修行もせんとどうした。みんな見てるぞ、こんな時こそ。姫様本当にあんな状態のハイラル城にいらっしゃるのか。でもこの日のために剣技を訓練したんです。いざとなったら俺も捜索に向かうつもりです。どうやって。みんな見てるよ。すぐにでも行きたいぞら。ゼルダ様が見つかったかもしれんっていうのに何もできない手たらく、全く情けないぞら。足腰も弱ってプルワ殿がいらっしゃる望遠鏡のところにすらたどり着けんぞら。イップル、ユン社長の友達頃、聞いてころ聞いてころ、ハイラル城にゼルダ様がいるかもしれないんだって。でもこっからじゃよく見えない頃、プルワ様は望遠鏡があるからいいけど、あんな場所ではこっからでは手が出せんし、どうしたものか。ん？なんだ、私は今考え事をしてるんだ。プルワ殿なら上にいるぞ。急いで梯子を踏み外さないようにな。サンキュー。ハーツさん。おう、カワリング、聞いてくれよ。プルワ様がハイラル城で何やら人影を見たって言うから、急いで上空から確認してみたんだが、何も見当たんなくてな。全く人騒がせなことだよ。もしや姫様かと思って焦っちまったよ。はしごね。いた。プロ様。カワリンク、話は聞いたわよ。糸族を襲った大寒波、ゴロン族を狂わせたおいしいわ、ゾーラ族の生命線を怪我したヘドロ、ゲルド族を襲ったサジンとギブドの猛威。大変な調査だったわね、お疲れ様。でも全ての異変の裏にゼルダ様らしき影があったってことは、これはもう天変地異と何かしらの関係があるのは確実。実は私の方からも重要な報告が。どれどれ。姫様、え、カワリンク見た、今のあれって姫様だよね。私からの報告ってのもハイラル城でゼルダ様らしき人影を見たって話、やっぱり間違いない。城から出て行ったと思ってたけど中にいたのよ。ゼルダ様の救出を急がないと、うん、でも浮かんだハイラル城に私は兵士たちではたどり着けないし、やっぱりあんたに頼むしかないかもしれないわね、はあ、悪いわねカワリンク、いつも危険な目に遭わせて。でも頼れるのはあんたしかいない。絶対帰ってきてね。なんかもう最後みたいな言い回し。もちろん姫様と二人でね、つっつ。なんとなんと、チャレンジ更新。空に浮かぶハイラル城に突如赤い月とゼルダ姫が現れた。わかんないことも多いが、まずはハイラル城のゼルダ姫の元へ向かおう。なんかデジャブだけどな。特にユンボーわかるだろう。ユンボーはそうやってゼルダ様を追っかけた結果、マスクを、変なマスクをかぶさせられ、そして悪いやつだった。足もさ、
ハイラル城行ったら変なマスクかぶさせられちゃうじゃないの。で、プルワ様、ねえ何その表情。変なマスクかぶさせられちゃうんじゃないの。そんな気がするよ。へい。木の矢。ああ。踊りたいな、いいよ。ユミポーチ行ける？何？もうこれ以上。じゃあ縦ポーチ。みんなお集まりのようで見えないな。そうだ、結局ポチャーンってなんか涙が落ちたけど、あれはいいのかい。マキューズ半島の方へ落ちていった。ここかな。気の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。秘石を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。
そういうことだろうと思ったよ、姫静か。ということで今日はもう終わりにしたいと思います。感極まりだよ、おい。でも次回は必ずや行こうな、ハイラル城へな、みんな。ではでは皆様、本日もお集まりいただきどうもありがとうございました。楽しいお散歩でした。悲しいお散歩でもありました。ではでは、さようなら。